国が定める被爆地域の外で原爆にあった長崎の被爆体験者らが被爆者認定を求めた裁判で、長崎地裁は今日原告の一部に手帳を交付するよう命じる判決を言い渡しました。原告の被爆体験者ら44人は、雨や灰を含む放射性硬化物を通じて健康被害が出ていると訴え、被爆者として認定するよう求めています。 きょうの裁判で長崎地裁は被爆地域の外でも放射性降下物を含むいわゆる黒い雨が降った事実が認められると判断この地域で原爆に遭った原告15人について法律が定める被爆者と認め長崎市と県に対し被爆者健康手帳を交付するよう命じる判決を言い渡しました。一方、残る原告29人については訴えを退けました。 長崎地裁の判決を受け、広島でも被爆者として認められていない黒い雨訴訟の原告団が会見を開きました。今回認められなかった人たちは応援して、なんとか運動は引き継ぎたいなと応援したいな